ドゥン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 。 What's up everybody? Welcome to Family Time! 今日のビデオはふくらはぎ Calfs Calf のトレーニングについてのビデオです。 Calf ふくらはぎを大きくするトレーニング方法を見せたいと思います。 Let's do this!キャーフ、ふくらはぎのメインの筋肉2つあります。腓腹筋とひらめ筋。ここ見てください。腓腹筋はまあ膝の上にくっついてますよね。膝がここで膝のちょっと上の部分につながってます。なのであの膝を曲げる動きもちょっと手伝ってくれますね。あのたまにレッグカール、膝を曲げる動きをしてる時にちょっとキャーフちょっときついなってあのちょっとつっちゃう気分がある人はこの理由であるんです。そういうことは。で、ひらめ筋はその下、腓腹筋のちょっとアンダーニーズね、ちょっと後ろの方にあります。ふくらはぎのトレーニング、大体2つありますよね。Seated Calf Raises。こういうのです。で、Standing Calf Raises。こういうのです。考えてみると違いは一つは膝を曲がった状態でふくらはぎをトレーニングしてます。ちなみにふくらはぎの動き何をするかっていうと足をこれが手なんですけどこれ足だったら上げる動きですね。ふくらはぎはかかとを上げますね。膝が曲がってる状態でかかとを上げるとひらめ筋をトレーニングします。先ほど言った通り腓腹筋は膝を曲げる動きを手伝ってくれるので膝を曲がった状態でふくらはぎをトレーニングすればひらめ筋の方をトレーニングすることができます。で逆に Standing Calf Raises 立った状態でふくらはぎをトレーニングするともうちょっとあの腓腹筋の方のトレーニングをすることができます。 Seated Calf Raises と Standing Calf Raises の違いです。まあ筋肉の種類 Fiber Types Type 1 Type 2 Type いろいろありますよね。 Type 2B Blah 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 Fast Twitch Slow Twitch いろいろあります。でも簡単に分けるのは Fast Twitch Slow Twitch Type 2 Type 1で腓腹筋は Type 2 Muscle Fibers ね、Fast Twitch の方です。で、ひらめ筋は Type 1 Type 1 Muscle Fiber Slow Twitch の方ですね。Alrighty, moving on. Tendons 腱、体の中に腱っていうものがあります。Tendons ね、Ligaments, Tendons 腱はかなりすごいものなんです。腱を早くストレッチするとまた縮むことができます。早くストレッチするとエネルギーを貯めることができてその溜まったエネルギーでまた普通の形に戻ることができます。 example 例ですね。 kangaroo a kangaroo カンガルーの足を見ると腱がまあ人間もそうなんですけども腱がかなりあるんです。でその腱を使いながらピヨーンと跳ねたりいろいろできます。で人間の足もアキリス腱っていうものがありますよね。歩く時に普通に歩くと膝がちょっと前に出ますよね。腱をちょっとストレッチしますよね。膝が前に出るとそのストレッチを使いながらまた腱が縮んでそのエネルギーでまた歩くことができます。それでちょっとエネルギーをセーブすることができますね。人間の歩きです。これもフィットネス筋トレやってる人も多分分かると思います。ベンチプレスでよく見るとなるべく下の部分でかなり早くストレッチしてそのストレッチを使いながらまた重量を上に上げますね。スクワットも同じように下がって下がって下がって最後のところにちょっとストレッチを入れてまた上に上げますね。でこのストレッチを取るっていうかもうちょっとこの運動を難しくするっていうかもうちょっとこの腱をトレーニングする使うよりも筋肉を
なるべくトレーニングしたい時はボードプレスっていうかポーズベンチプレスです。一段重量を下げてポーズして止まってまた上に上げます。スクワットもバックスクワットというあのトレーニングがあります。一度スクワットみたいに上半身を下げるんですけれども、椅子っていうか箱の上に座ってそのストレッチを取っちゃいます。で止まった状態からまた上がります。なので筋肉でその重量を全部上げてるっていうことです。そういうトレーニングなんですけれども、それは腱のなんて言うんだろう、エラスティック、ゴムみたいなパワーがあるので、その腱の力を取り外してるトレーニングです。 Summary so far、 ここまでちょっと復習やります。腓腹筋、ふくらはぎは筋肉2つに分かれてます。腓腹筋とひらめ筋。ひらめ筋は Seated Calf Raises、 膝が曲がった状態でトレーニングすればいいと思います。で、腓腹筋をトレーニングするときは普通のスタンディングカフレイズでトレーニングすればいいと思います。腓腹筋はタイプ2マッスルファイバーです。ファスト twitch マッスルファイバー。ひらめ筋はタイプ1マッスルファイバー、スロー twitch です。で、腱は早く伸ばすとまた、はい、縮んでまたそのパワーを使うことができますね。プライオメトリックスという感じです。Alrighty、 ふくらはぎのトレーニング方法ですね。その前にちょっとまた腱のこと、腱、テンデンズの方にまた戻りますね。覚えてますか？腱は早く伸ばすとまた縮んでそのエネルギーを使って重量や物を動かすことができますよね。ゴムバンドみたいにこういう風にカーフレーズをやったトレーニングをやってると何を鍛えてると思いますか？多分みんなももう分かると思います。早くアキレス腱を伸ばしてますよね。そしてそのエネルギーでまた重量を上げることができます。そう、こういう風にキャープレイズをやってると腱、アキレス腱をかなり使って重量を上げてるっていうことですよね。 99% の人はこういう風にキャープレイズをやってると思います。もっといいトレーニングできる方法は上げて下げるときに1秒止まります。でまた上げます。1秒止まってまた上げます。1秒止まってまた上げます。そういうふうにキャッフレーズをやるとアキレス腱を使わなくて逆に筋肉を使って重量を上げることができますので、それでかなりいいトレーニングになると思います。 Right、 ちょっとボーナストレーニングポイントね。一度下で1秒止まりますね。でも上の方でちょっとスクイーズ、筋肉をちょっと力を入れるといいと思います。 So、 一度下げます。で、この下の部分でちょっとストレッチしたいんですけども、やりすぎないように気をつけてください。やりすぎるとここを痛める可能性があるんですけれども、逆にちょっとここ中途半端のところで止まると ROM っていうもの、 Range of Motion が短くなってしまうので、それも良くないです。一度下に止まって上に上げてここでちょっとスクイーズします。で1、2で下げてまた上スクイーズ、2止まって上、2止まって上。そういう風にキャッフレーズをやるとすごい効くと思います。ひらめ筋の方はタイプ1マッスルファイバーズ、スロートゥイッチ覚えてますか？スロートゥイッチの方はもうちょっとテンポ、タイムアンダーテンション、回数ちょっと多めで休憩ちょっと短めの方がいいと思います。回数ちょっと多めっていうとまあ10から15のあたりで、休憩は30秒から1分ちょっとぐらいね。もうちょっとミディアムレンジの
ていう感じですね。で、皮腹筋の方は fast twitch type 2 muscle fibers なので、もうちょっと重量重い、回数少ない、休憩もうちょっと長い方が、まあ反応がいい可能性があります。ふくらはぎを大きくするトレーニング秘密、やってみてください。使ってみてください。ふくらはぎを大きくしてくださいね。 Turn your calves into cows。 Yes。 今日のビデオはここまでですね。このビデオが好きだったら LIKE してください。チャンネルにも登録してください。ブログもやってるので FT Vlogs ね、それもちょっと Check it out、 見てください。音楽の好きな人は FT Music 音楽チャンネルもやってるので、それもちょっと見てください。 Check it out、 僕のふくらはぎちょっと見てください。 Oh yeah, yeah, I'm so proud of my calves. We'll see you guys next time. Bye bye.